無教会主義とは、内村鑑三によって提唱された日本に、独特のキリスト教信仰のあり方で、プロテスタントの精神を継承しているとしている。英語では、ノン、チャーチムーブメントと表記する。無教会運動、無教会キリスト教、無教会主義キリスト教とも呼ばれる。精霊天であるプロテスタントの洗礼、生産などのサクラメントと、教会制度の必要性を認めないことから、 通常はカトリックはもちろんプロテスタントでさえないキリスト教とされる。内村鑑三は彼の諸女作キリスト信徒の慰めにおいて初めて無教会という言葉を用いた。その後彼は無教会という名称の雑誌を創刊し、教会に行けない所属する教会のない者同士の交流の場を設けようとした。無教会主義の信者は イエス・キリストは無教会であった、パウロは無教会であったとの理解を共有することが多い。また、無教会主義は、教会よりも、キリストの十字架を重んじると言われる。実際、内村鑑三は、キリスト教は十字架教であると言っている。無教会主義は、教会主義、教会精神からの脱却を目指す主義であって、キリスト教の福音信仰そのものを否定する主義では、ない。 しかし、信仰は個人の行為であると同時に、教会の行為であり、先例によってキリストとが対され、神の民の聖人として立つ者が、キリスト教の信者であるとされ、しかも、教会の外に救いはないとの主張にも反することから、通常はカトリックでもプロテスタントでもないキリスト教と、みなされている。キリスト教の歴史を通して教会に、いろいろ付随してきたに、ケニー。 権力を克服するという理念に立った運動であり、理論的にはマルティン・ルターの宗教改革の二大原理を極端に現実化したものである。また、アンシュレイを受けた聖職者を持たないため、無教会の集会、または礼拝は儀礼や説教を中心としたキリスト教の伝統的霊典から離れ、その結果として聖書の研究、講義が中心となった。また、 内村の直接の弟子たちの中には大学に在学中の学生が多かったこともあり、その文化から多くの学者、著名人が現れ、聖書学、キリスト教思想史関係の学者も多く輩出した。無教会は牧師養成学校を持たないこともあって、これら無教会系の学者は国公立もしくは他のキリスト教系私立大学など宗教、 宗派の枠を超えたところで教弁を取る傾向が強く、比較的早い時期から批判的に高いレベルの研究が行われるようになった。そのためもあって、無教会では知識に重きを置く一方で、霊的な側面を軽く見る傾向がある、と見られることがよくある。実際の無教会には、上記のような学者人脈と並んで、在野での伝道を行っていった人々がおり、 いわば二つの系統があるのだが、新母有事の指摘にも見られるように、戦後、内村の弟子が、東大総長になった、というような、非常に安易な内村肝臓の再評価が行われた。結果、エキセントリックにしか見えない、宗教性は排除されてしまい、内村肝臓の全集も、知識化された宗教として出されるようになってしまった、という事情がある。なお、内村肝臓は、 ン朝法の英文欄主筆となった1897年以降、社会問題に対する発言も積極的に行っていた。足尾鉱毒問題については、田中正蔵らと協力し、実質的に鉱毒反対運動の第一線に立っていたと言える。また、1901年7月には、朝法者の黒岩る以降、高徳周水、堺古仙らと、 社会改良団体理相談を結成している。当初、日清戦争については、犠牲を主張していた内村ではあったが、その後、日本の戦後処理の実情に失望する中で、猛省し、特に日露戦争以降、彼の姿勢は、非戦論という言葉によって知られるがごとく、戦争絶対的廃止論者としての姿勢を打ち出していった。このような傾向を継承するという一面において、 現在、一部の無教会系の団体及び関係者においては、若者に特定の政治思想に基づく教育を行う、あるいは政治活動そのものに熱心な傾向があるとも指摘されており、無教会主義の現状について賛否両論があることも事実である。無教会主義の思想家による書籍を中心に刊行する出版社として、キリスト教図書出版社がある。無教会主義は、 キリスト教徒の集会を否定するものではない。実際に無教会主義のキリスト教徒は通常各地で集会を形成し、毎週もしくは定期的に聖書研究会または礼拝を取り行う。集会は基本的に牧師制度は取らず、教会道は持たないが独立伝道者と呼ばれる常任の指導者がいる場合もある。集会の場所はビルや 公民館などの会議室を借りたり、または支度などで礼拝を保つことが多いが、専用の集会所を持っている集会も存在する。なお、内村が生前聖書講義の拠点としていた、東京の今井館聖書講堂が現在、NPO 法人として存続し、行動都市領館を運営しており、様々な集会の開催、及び、無教会関係の資料、 書籍の収集と一般社への閲覧を行っている。礼拝の中心を占める者は聖書講義、聖書講話と呼ばれており、前後に賛美歌を歌い、祈りや黙祷をするなど、プロテスタントの礼拝形式を簡素化した形をとっていることが多い。洗礼生産式等の儀式は通常行わない。ただし、必ずしも洗礼反対、生産反対という意味ではない。 その意味では、無教会主義は、反教会主義ではない。礼拝後、その日の聖書講義の内容について、話し合ったり、感想などを語り合う時間を設けるところもある。お茶やお菓子などを食べながら観談する場合もある。無教会の集会は、聖書集会、聖書研究会との名称を持つことが多い。その集会は、それぞれ独自の運営方法をとっており、 その集会を発足した者が講義を担当する場合も、あれば、平身と同士が交代で講義をする集会など、様々である。無教会の集会は、組織化、形外化を避ける傾向があるため、宗教法人ではない集会が大多数を占めているが、一部に法人化している集会も存在する。また、同様の理由から、全国の集会を統率するような本部を持たず、全国に散らばる。 集会の数や強制を統計にまとめることもない。これには、個々人が制度的な縛りから自由になれるという良い点がある。しかし同時に、外部からの接触が困難であるという欠点もある。後者については、現代の無教会主義集会の問題となっているようで、ある。主な集会は、キリスト教年間に掲載されているが、あくまでも便宜的なもので、網羅的ではない。 最近では各集会同士の地域的な交わりを持つため、普段の礼拝の他に東北集会、四国集会のような地域単位の集会も定期的に保たれている。また、講演会が定期的に全国各地で開催されている。年に1回、無教界全国集会が各地域持ち回りで開催されており、近年は200名前後の参加者があるようである。 内村勘蔵の集会に参加していた者の中に当時、学生だった、金教心などの朝鮮出身の者もいた。彼らは帰郷後、無教会の集会を立ち上げ、また、聖書朝鮮という伝道雑誌を発刊した。韓国独立後は、霊団、聖書研究が創刊されるなど、その後も無教会は、日本と切り離し少数派として存続した。なお、 朝鮮民主主義人民共和国については、公式には無教会の後継者は残っていないとされる。また台湾にも断続的にではあるが、日本から無教会の信徒が伝道を行っている。そして、内村が発行していた雑誌、聖書の研究の購読者は、アメリカ合衆国にも存在していた。特に、 内村の協力者であった井口紀元次が長野県穂高町に設立したキリスト教に基づく私塾、県成吉塾の出身者が多く渡米し、シアトル近郊に定住して集会、シアトル穂高クラブを持っていたことはよく知られている。イギリスで発生した平人と運動でブレズレンと呼ばれるキリスト教のグループやヨーロッパで起こったメノナイトなどの再戦礼派運動などが、 その礼拝や理念、信条など無教会主義に近いとの指摘がある。また、同じく、イギリスで起こったクエーカーと無教会主義の、キリスト教徒との類似点を指摘する研究者は多い。内村自身、米国留学以来クエーカーとの交際があり、札幌農学校同期のニトベイナゾウをはじめ日本のクエーカーとも信仰が深く、内村の弟子の中には後にクエーカーに入信した者も,も、 少なくない。内村とニトベがフィラデルフィアのクエーカー婦人海外伝道会に女子教育機関として三田の広司連動学園設立の提言をしたことは有名である。内村自身も著作の中でキルケゴールが無教会主義のキリスト教を世界に歌えたと述べているように内村本人も無教会主義を提唱するにあたって 日本国外の哲学や進学思想との類似点を認識していたことは確かである。ありがとうございます。